21歳の時だから3年前の夏確か8月の2週目だった上京して大学に行っていた俺は夏休みを利用して実家に里帰りしてた地元はど田舎で田んぼばかりが広がるコンビニすら満足にない場所何日かたって近所を散歩していたら幼なじみに偶然会ったので暇だったし 二人で飲みに行ったんだ家から自転車で30分くらいかかる川沿いに小さな飲み屋がポツンと一軒あるからそこに二人乗りして行って帰りは飲酒してるし自転車を押して歩いて帰っていた帰り際に田んぼの脇の舗装されてない砂利道を歩いていると幼なじみが水神様に寄ろうと言い出した水神様っていうのはまあ その名の通りなんだけど水神を祀ってる小さな神社があるんだ田園のど真ん中にポツンと一角だけ森みたくなっていて入り口に古い鳥居がある実はこの水神社が少し特殊で近畿ってほどではないけど子どもの頃は遊びに行ってはいけないとされてたんだ小学生の頃は正直に守って近づかないようにしてたんだけど 中学に上がると、いたずら心で友達と侵入したことがあった。広さは、学校によくある25メートルのプールとほぼ同じくらいの広さだと思う。入り口に大きな木でできた鳥居があって、剥がれてところどころなくなっている石畳が、祠にまで続いている。それ以外は、空も見えないくらい、鬱蒼そうとした木々に覆われている。大人もめったに入らないから。 手入れれも全くされてない。だから中心の祠にまで行くのに枝とか草を払いのけながら行くしかないんだ石畳も雑草をかき分けないと見えないレベル何回か入ってみたものの特に何もなかった強いて言えば祠の裏手に回って森と田んぼの境界線にある用水路が異様に綺麗だったくらい湧き水が湧いていてそこだけ 綺麗な水が流れてたんだだから、なのか、ホタルの季節になると、たくさんホタルが見れる。で、夜だったし、街灯も何もない場所だし、正直気味悪いから、あまり気乗りしなかった。一回も行ったことないから入ってみたいと、強く言ってきたので、仕方なく神社に向かうことにした。携帯の明かりを頼りに、鳥居を潜ってから、 近くにあった枝で草をかき分けてゆっくり進んでいった。23分で祠まで行っても何の感動もなくて、もう帰ろうと言っても、幼なじみは奥までずんずん進んでいって、例の綺麗な湧き水を見たいと言い出した。しょうがなく、ついて行って木々を抜けた瞬間ものすごい違和感を感じたんだ。まず空が恋婚というか紫というか。 見たこともない暗いどんよりした色をしているさっきまでは夜で月もない真っ暗な空だったのにそして台風の時みたいに雲が異常なスピードで流れてる風景も何か違う区画整備で五番の目状に田んぼがあるはずなのに統一感のない田んぼになっている昔のぐねぐねと曲がった田んぼなんだそれに どこからともなく、ボワーン、ボワワーンというドラみたいな音と、遠くの方で、カーン、カーン、カーンという音が、結構大きめで、ずっと鳴っている。ここにいてはいけないと思った俺は、幼馴染みにすぐに帰ろうというも、その不思議な景色に見とれて動かない。すると、祠の方から、誰かが近づく音がした。 ガサガサと音を立ててこっちへ向かってくるのを片唾を飲んで待っているとカンヌシのような格好をしためちゃくちゃ小なおじいさんだった普段見るカンヌシと似たような服装なんだけど袖の一部がオレンジだったり襟が緑だったりして妙にカラフルだった多分150センチもないおじいさんが俺たちを一目見るとこっちゃにこい。 地元の鈍り言葉で叫ぶその時は勝手に入ったからああ怒られるなあと思っていた祠の前まで来るとさっきまで生い茂っていた草が全くなくて綺麗になっているのに驚いたそんな一瞬で綺麗になるはずがないのに不思議がっているとおじいさんは話し始めた鈍りをそのまま書き起こすと若いしだどっから来ただ 今時期は水神様に来ちゃいかんでねが。せば、どこんせがれだ年寄りに、どこの人間だと聞かれたら、野豪で答えた方が、すぐにわかってもらえるような田舎だから、まるまるですと答えた。すると、そんじゃあかわむこうんとこのか。だけえこったらとこば来ちゃいかん。若えしは来る場所でねえですいません。でも、あの、 さっきまで、ここふさぼうぼうだったんすけど、買ったんすかと聞くと、おめえら、本当に何も知らねえで、こったらとこ来ちゃいかんで。誰にも言うちゃいかんぞ。誰にも言うちゃいかん。この辺で本格的に気味が悪くなってきたし、幼馴染は泣きそうだしで、帰ろうと思ってた。いいか誰にも言うちゃいかんぞ。 できるなせば本当にここば場所どったら言う場所か聞いてねえのか家族や近所の人小学校の先生たちからは行くなと言われてたと答えるとどこば場所かちらでか何場所かちらでかもう帰れせば今場所の言葉絶対に誰にも言うちゃいかんぞもう絶対来ちゃいかん 祭りはどきもいかん。ちょっとここで引っかかったんだけど、この水神社では祭りなんてない。親父が小さい頃にはあったらしいけど、いつからか、その祭りはやらなくなってる。そのことを言うと、おじいさんはものすごく驚いて、声にならないといった顔をしてた。おじいさんが、ちょっと考え込んだ後に、お経のようなものを唱え始めて、もう、 二度とここには来ちゃいけねえと言った瞬間、神社の鳥居の前に移動してた。景色も帰っていた時と同じで真っ暗。何だったんだ今のはと、幼なじみと一緒に怖くなって、家に帰った。親に言おうかと迷ったけど、絶対に言うなと言われてたので、黙っておいた。それから3年後の今年3月、あの地震で、 実家が心配になったので、無理をして、バイクで実家へ向かった。家族は無事だし、近所の人たちもみんな無事だった。けど電気水道が止まってたので、近くの川に水を汲みに行ったんだ。すると、幼なじみも来ていて、話をしていると、例の神社の話になった。神社の裏の水路の水はきれいだったねみたいな話をしていたら、 近くにいた近所のおじいさんに、お前ら水神様に言ったのか。と怒鳴られた。随分前に少し言っただけですと答えると、子供は、あそこに行っちゃいかんぞ。神隠しに会うぞ。昔から、あの水神様では、子供がいなくなっちまって、カッパが悪さしてるっていう話があんだ。もう、五人は、消えうせて、ば 今じゃ誰も近寄らんおじいさんの話を聞いて正直怖くなった。もし俺らが子供だったらと。5年に一度水上様の除草作業をすんだろあれもわしら年寄り連中がやってんだ。だけえ言っちゃいかんのよ。地元にはカッパ伝説があって子供を襲うような話。もしかしたら。 あの水神様を祀ってる小さな神社が、話の元だと考えると、不思議な気持ちになる。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。